今日は公演の感想を何回言うねんって感じだけど、公演の感想を言う日です。ショールームで、はい、レイちゃん押し増ししたの笑った。そう、最近レイちゃんも押し増しして、まあそれそうなの、まあ、カレンちゃん押し面ってずっとカレンちゃんにも言ってたから、まあそういうの報告した方がいいんかなと思って報告してみたそれ、レイちゃんはめっちゃ可愛いからね。カレンちゃんはどっちかっていうとなんか綺麗めな顔立ちで、あんな綺麗めな顔立ちなのになんか喋るとちょっとなんか面白い感じがあったりして好きなのと、レイちゃんはもう天使っていうか、喋り方もなんか意外と喋り方なんかチャラめじゃない、レイちゃん。だからそういうのも可愛い、あんなに可愛らしいお嬢様なのに。そう、語尾伸ばすよね。そう、その喋り方が好き。はい。そう、私は今のとこカレンちゃんとレイちゃまを推していますね。はい。そうです。じゃあキャッチフレーズしたいと思います。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チーム8チーム4兼任の長野せりかです。せりかーって呼んでください。せりかー、よろしくお願いします。昨日のぎょうちゃんせりちゃん公演ありがとうございました。めっちゃ久しぶりに公演出たけど楽しかった。なんか開演の1時間前はもうめちゃめちゃ楽しみって感じだったけど、公演の始まる30分前からもう緊張しだして、うわやばい緊張してきたと思ってめっちゃ緊張したけど、でもめっちゃ楽しかった。始まったらなんか知ってる皆さんが多くてそう、嬉しかったです。皆さんに会えて。わ、タワー飛んできた。あれ、ギフトってどこで見んのこれ。あ、見えた。圭一郎さん、昨日の公演頑張ったでしょ、タワーだって。ありがとうございます。嬉しい。ご褒美タワーだ。嬉しい。そう。でね、っていうかもう、公演も久しぶりだったし、そもそもあれなんですよ、二人公演が初めてだった。8年ぐらいやっててね、このご時世だからできたのかな。でもすごい楽しかった。やっぱ二人だとなんかいつもよりも歌うところが多かったりね、して皆さんに見てもらえる場面が増えるのはいいことですが、とても疲れました。そうです。あと初めてやる曲とかも多くて、あの隣のバナナも初めてやったし、逆上がりも初めてだし、ソロの虫のバラードと君は僕だも初めてだったし、初めてやる曲多くて新鮮だったし楽しかったです。
衣装も可愛かったしね、セトリいい、そう、セトリ良かったよね。一番疲れたのは夢へのルートの最後らへんとサステナブル、もう息が持たなかったそう、あ、そう、青空のそばにいてはめちゃめちゃ懐かしい。なんだっけ、パーティー公演でずーっとやってたよね結構ね、懐かしいエモい感じの曲。頭にリボンつけてるんかと思った。テロップね、今日はリボンにしたね、ちょっと飾り、髪飾りみたいな。メンバー一のハイキックやった。そう、なんかさ、その歌いながらやるじゃないですか。でなんか普段夢へのルートって16人とかでやったりとかするから、まあ、ちょっとサビの歌をなんかそこまでちょっと疲れて息が持たなくなっても正直バレないじゃないですか、歌ってるけど。その2人に比べるとそのバレにくいから、足上げるときはなんか足上げに集中できるけど、2人だとなんかどっちかは絶対に見られてる状況だし、声も2人の声がもうしっかり聞こえてしまうから、あのね、夢へのルートは本当にちょっと疲れたよね全然体力落ちてなくて驚いた。まあでも息切れはあんましなかったですね。いや普通に疲れたけど、そのめちゃめちゃそうハーハーするのはなかったね。やっぱ8の曲ってね、聴き慣れてるし踊り慣れてるから、そうリハもスムーズだったし、きょうちゃんとの声はスタッフさんが決めたの。そう、スタッフさんがペアを組んでくれて出れました。嬉しかった、普通に。あ、きょうちゃんとだと思って。なんか結構きょうちゃん、せりちゃん推しの人多いんですよ、2人推してますみたいな。そうだからね、本当に嬉しかったです。なんか波長が合うというか、好きなものもめっちゃ似てるし、そう、普段からよくおしゃべりしたりとかするからね、そう楽しかったです。ゆるい感じきょうちゃんとの声の相性良かった。嬉しい。きょうちゃんは結構高音とかキーが高くても結構出せるからすごいよね。月と水鏡とか、私はキーが高くて歌えなかっただろうなユニットもスタッフさんが決めてた気がする。もう決まってた。まあ変えようと思えば変えたと思うけど、でもそういう感じで決まってましたね。タワーだ。淡路の黒ひょうさん、ありがとうございます。セリちゃんお疲れって、ありがとう。お城のタワーありがとうございます。またぎょうちゃんと出れるの楽しみです。いつか、決まってないけど。
ソロはね、虫のバラードと君は僕だ。そう、虫のバラードは一回歌ってみたいなと思ってたから、今回できて嬉しかったですし、君は僕だもなんか前田敦子さん好きで、めっちゃなんか昔から聴いてたから、まさか歌える日が来るなんて思わなかった。虫バラとても良かった、やった。でもなんかね、スタッフさんとかぎょうちゃんとかもなんか虫のバラードセリカに合ってるねとか、結構よく歌ってますねみたいな言ってくださったけど、なんかあんま普通に私は自信がなくてですねびっくりしました。そう言われた時は難しいなぁと思いながら歌ったので、でも好きな曲になりましたね。そう、難しかった。そう、虫のバラードは結構かっこいいっていうか、クールな感じで歌って、君は僕だは結構明るい爽やかな笑顔で歌う系だったから、ユニットでなんか両方クールなとこと爽やかなとこを切り替えてできたのはちょっと良かったかな、いろんな顔をできたのかなって思いますね。んー、君は僕だの A メロのリズムめっちゃむずいよね。むずい、なんか息継ぎのタイミング間違えたり、息継ぎしなかったら終わるでも昨日の公演の定点映像もらって見たけど、なんかやっぱまだまだだなって思いましたね。トレーニングが必要だなぁと感じました。まあ、楽しかったんで、まあ昨日は昨日でよかったけど、もっとまた出演できるのであれば、もっといいものをお見せできるように頑張りたいですね。ね、二人公演やりたい、またっていうか、あのセットリスト普通に好きだからもう一回したいしね。今回なんか外れたとか行けなかったっていうファンの皆さんも多かったっぽいんで、なんかね、見てまだ見れてないよって方にね、また見てほしいですね。イエーイ。二人公演でも生誕祭あるんやね。ね、なんかないと思ってたけど、なんか生誕祭って書いてたよね。誰だっけ、ずんちゃん。あ、生誕祭あるんやと思って、ワンちゃん私も生誕説、いや全然話聞いてないけど、タッタタッタンタタ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 っていうか、本当に次いつ出るか分かんないからね、何も分かりません。いつもね、ギリギリに知るとか、ファンの皆さんと一緒にタイミングで知ることも多いから、ちょっと何とも言えないんですけれども、でも2人公演だったらね、あの
2人の推ししか入らないじゃないですか、それか箱推しが。だから8人とか16人の公演よりかはたくさん入りやすいのかなとは思うけどね。はい、ちょっと充電しながらやってるから手持ちなんですけど、すいません。見てください、昨日の写真があります。なんか顔が白いですねお金のポーズ、いやいや違うよ、これお金のポーズじゃないか笑顔のわーってやったんですよ。なんか写真撮影のポーズ決めとこうみたいになって、何がいいかなみたいな、まあ8だし笑顔のわにしようみたいな。あとハートをやりましたけど、私が持ってる写真は笑顔のはこうお金のポーズじゃないね。白飛びしてるよねこの写真まあいつものことなんですけど、これもらった時うわちょっと白すぎんって思ったよね。取材っていうか取材班の撮影の方に、写真撮るカメラマンの方に、白飛びして大変っていうのはこういう意味かって思いましたね。離れていてまで本当に二人離れてたのちょっとウケた曲の通りに離れてましたよね。一番端の端で歌ってたからねうん、隣のバナナのセリフ、感想のセリフで二人のコンビ名決めようって言ったんですけど、長野アンドセリカというボケをして人笑い取れましたかね。あの感想のあれはぎょうちゃんと二人で考えまして、めっちゃ考えたんですよめっちゃ考えてあれかいって感じやけどあの感想の20秒の間に何を話せばいいんだろうみたいな長野アンドセリカはどうって言ったんですけど、本当はぎょうちゃんセリちゃんです。最初ゆり長野とか考えてたんですけど、私は自分の名字が長野っていう感じが自分であんましないっていうか、もうどういうことって感じだけど、なんか長野さんって呼ばれてもすぐ反応しないんですよ私だからなんか長野っていう感じではないねってなって、でぎょうちゃんせりちゃんになりました。いや本名ですよなんか自分的に長野感なくて、てか昔からそのあの、まあ、長野さんとかと呼ばれることもあるけど、基本的に下の名前で結構ね呼ばれるんですよ、セリちゃんセリカとか。なんか名字呼び、ももちゃんとか大西とかよく呼ばれてたり、ぎょうちゃんもぎょうてんって呼ばれたり、たおちゃんも下をって名字呼びでされる
こと多いけど、なんかそう友達とかにもあんま名字呼びされてないっていうのもあって、そうです、長野感ないんですよ自分で。パセリ感あったの。あ、そう、パセリって私の中学校の時のあだ名なんですけど、パセリ感はありましたね。あ、私パセリなんだと思って。はい、うん、じゃんじゃじゃん。でもそのパセリっていうのも一部の人に呼ばれてただけなんですけど、学校の先生から名字で呼ばれなかった。あー、せでもセリカって呼ぶ先生もいたし、セリカちゃんって呼ぶ人もいたし、あんまり関わりのない先生には長野さんって感じだった。ですね。なんか携帯が熱い、めっちゃ。セリちゃんも縮小してね。ギョーちゃんってスクショのこと縮小って言うんですね。めっちゃツイッター見て爆笑してた一人で。縮小、かわいい。スクショって言えないから縮小って言ってんのかな、それともスクショのことは本当に縮小だと思ってんのかな。あ、今更、これ結構前からなの。なるほどね。縮小だと思ってるよ。何それ、逆に何って感じ。作業が、なるほどなるほど。なんか髪飾り、なんか AKB のメンバーがよくつけてる髪飾りで、ベレー帽とかカチューシャとかじゃなくって、普通のポンって一部分にリボンだけついてる場合の髪飾りあるじゃないですか。あれってなんか名前がボンネって言うんですよ、多分ボンネって言うんですけど、でなんかみんな今日の髪飾りボンネだったみたいな会話したりとかするんですけど、その時にぎょうちゃんが今日の髪飾りボンネットかなって言ってて、ボンネットボンネットって車のみたいな聞いたら、いや髪飾りのあれみたいな、いやボンネねみたいないう会話をこの前した。なんかぎょうちゃんは正式名称がボンネットだと思ってるらしくて、でみんながその略してボンネって言ってんのかなって思ってたみたいな。本当は本当はボンネットとかじゃなくてボンネっていう多分名称で、私はそう知ってるっていうか教わったっていうか、そう昔からボンネって言ってるけど、そうかわいかった。これも最近会話した内容ですね、ぎょうちゃんと。他にもありそうだね。そう、なんかさ探ればもっとぎょうちゃんのちょっと可愛い部分が分かってくるかもしれない。
セリちゃんなんか爽やかやね。白 T だから、イエーイ。白 T は爽やかですよね。いつから長袖かな。もうそろそろパーカーの時期。可愛いパーカーをね着たいです。トレーナーとかビッグサイズのバーンって着たい。今日はオフでした。はい、今日はオフだったので10時ぐらいに1回起きたんですけど、なんかもう眠すぎて寝て1時ぐらいに気がついたらなってて、起きてで、ご飯食べて映画見ました。パラレルワールドラブストーリーかなっていうやつをなんかおすすめしてくださったので見て、で、でまた眠くなって寝ました。1時間ぐらい。もう今日ずっと寝てる、眠すぎ。はい、昨日プレゼントなかったの。あ、プレゼントとお手紙いただきました。ちょっとねたくさんあったのでね郵送してもらってるんですけど、あのまだちゃんと見れてないです。だからありがとうございます。筋肉痛にはならなかったですね。はい。そう、パラレルワールドラブストーリーは結構ねちょっと切ないっていうか、最後なんか悲しいってなったけど、なんかこういう世界が本当にあったらなんか頭本当におかしくなるだろうなって思いましたね。はい、でもなんか良かったです。あとこの前響きっていう映画も見た。あれめっちゃ面白かった。天才すぎて。あのなんだっけ、あとマスクっていう映画知ってます？緑のお面のやつ。あれめっちゃ面白い。洋画かな。マスク2も見たいんですけど。面白い。あれあと何見たっけね。あれ見たいんですよ。ミッドサマーだっけ。タイトル合ってる？あ、そう、はい。なんかね怖いらしい。どう怖いんかちょっと分かんなくて見てみたい。なんかアマゾンプライムでなんか見ようと思ったらなんか追加料金いりそうな感じで、うわーと思って。見てない。そう、見に行こうと思ったんですけど行けなかったんですよね。あと普通に明日公開のマスカレードナイト見たいです。はい、めっちゃ見たい。マスカレードホテルは見に行って面白ーってなって、だからあとコンフィデンスマン JP 見たい。新しいやつ、来年か冬かに公開されるやつ
見たいです。そうですね、長澤さん好きなのかな。お好き、めっちゃ好きです。コンフィデンスマン帯見てめっちゃ好きになった。はい、失礼、ちょっと音が鳴っちゃいました。お気になさらず。今何分ですか。30分ぐらい経った。20時20分から始めるの結構久しぶりかもしれない。9時ぐらいには終わろうかな。お、53分、早っ。早すぎっていうか、この前月見バーガー食べたんですよ。めっちゃ美味しかった。濃厚とろーりみたいなやつ、美味しかった。なんか最近お芋のスイーツがコンビニとかで増えてるじゃないですか。で、私のママがお芋スイーツが好きなんですよ。だからめっちゃお芋スイーツおすすめした。セブンイレブンのなんかお芋のシュークリームみたいな、ちょっと名前知らんけどそう、それとかですね。あれ美味しい。で、スタバの新作は美味しそう。それなぁ、今月ですよね。お芋フラペチーノかと思って冷た。でもまた氷少なめにして飲むか、それとも私はホワイトモカを選んでしまうかもしれない。もしかするとまた、もうスタバ行ったらなんかホワイトモカでって言っちゃう、いつも。かキャラメルマキアートどっちか頼むっていうか早く桜出てくれないかな。桜待ってるんだけど。それより桜はもう何でも食べちゃうよね。ホワイトモカにキャラメルソース追加すると美味しいよ。そうなんや。色白キャラ頑張ってるね。ホワイトモカそれな、意識高まだ秋、そっか秋、そうですよね。なんかでも秋感あんまなくない。今日はでも涼しかったから秋っぽかったか。桜を食べるには寒い冬を通り越さないといけないからね。ちょっと大変。今日の天気良かった。セリちゃんは修学旅行で絶対極水寺行ってそう。どんなイメージ。でも金閣寺に遠足かなんかで行った気がする遠足ではないか、校外学習みたいな。私修学旅行は広島に行きましたね。はい、
金木犀じゃダメなんですか。あ、金木犀好きです、いい香りだけど、私今匂いしないんですよ。もう本当にいつ治るんって感じなんですけど、金木犀は本当にいい香り。松茸食べるまでには治ってほしいね確かに白で金木犀の香り出たのに、うわー絶対匂いや。今日の前髪は何点？今日はめちゃめちゃちょっともう寝癖もついてるし、全然櫛といただけなんで30点ぐらいですかね気抜きすぎー。いやあ30点の前髪でお送りしてます。30点の前髪でーす、イエーイもうなんかね、そうです。っていうか朝はそうなの、そうなの、朝は朝よりはマシ、なんか朝より収まって落ち着いて、これなんで朝は前髪がなくてもう分けてたんで、はい、まあでも点数つけたところで、まあ、変わらんやんと思う人の方が多いんでしょうね。いつもと一緒やんって思われそう。イエーイ。終わろうかな、そろそろ。でも昨日本当に公演楽しかったです。はい、昨日はフレンチトースト作ったの、いや昨日はコンビニのフレンチトースト、セブンイレブンの冷えてるやつ作ってないんかいって思ったでしょ。あのね、昨日755でフレンチトースト食べたって書いたんですけど、まあコンビニですね、コンビニしか勝たんそんなこともないけど、めっちゃお腹いっぱいになった。あれすごい小さいかなと思ったんですけど、そのフレンチトーストを見て、でも食べていったらもうめっちゃなんかお腹いっぱいになった。あれフレンチトースト満足感がありました。はい、カフェのしか勝たん。いやね、私ね、そう行きたいとかあるんですよ、フレンチトースト美味しそうだなと思って、ちょっと名前わかんないんですけど、わーと思ってインスタでなんかそういうの見て行きたいなって思いました。じゃあランキング読んじゃおうかな。13位、みなちゃん30点の前髪も可愛いよさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、まさのぶさりちゃん白い T シャツ似合うねさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、社員あったしもべ27号、書いてないけどって書いてみたさん、ありがとうございます。最高。10位、中心あった超大盛りうなとり丼さりちゃん
ラブさんありがとうございます。書いてないけど。9位園田長崎アット、カレンちゃんと電話できてよかったねさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位ウィングキッドちゃんアット、セリちゃん昨日の公演お疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。7位中心アット、ぎょうちゃんセリちゃんラブさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位赤いゾウさんアット、セリちゃん二人公演よかったでーさん、ありがとうございます。嬉しい、楽しかったです。5位ひであきアット、セリちゃん早く公演見たいですさん、ありがとうございます。見に来てください。4位 J アット、セリちゃんしか勝たんさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位スイカの種、長野さん何恋公演よかった、可愛かったよさん、ありがとうございます。書いてますね。あ、ちょっと変わりました、もしかして。どこまで読んだっけ。3位上映アット、ぎょうちゃんセリちゃん公演また見たいさん、ありがとうございます。また見てください。2位圭一郎アット、セリちゃんのパフォーマンス最高さん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は淡路の黒ひょうアット、長野さん素敵な公演ありがとうさん、ありがとうございます。圭一郎さんと淡路の黒ひょうさん、パワーありがとうございました。イエーイ、今日も見てくれてありがとうございますはい、明日トークやります。昨日は本当に私なんかもう最近ずっと毎日声が枯れる現象が起きてたんですけど、もう絶対に昨日の公演だけは声を枯らしたくないと思って、龍角散ダイレクトめっちゃ摂取した。まあ1日6回まで飲んでいいんですけど、4回ぐらい摂取したね。はい、リハ終わりと、リハ前リハ終わり、本番前本番後で龍角散ダイレクト摂取しました。もうそのおかげで喉がマシ。はい、昨日は眠れました。最近ね寝るの遅くてね本当になんか12時過ぎてから SNS 登場したら早く寝なさいってコメントが来たり、まだ起きてたんだねってコメントが来たり、びっくりされちゃうよね。自分で、はい、塗りました自分で。これキャンメイク。誰とよく遊ぶの、あやねちゃん。遊ぶの、でも下はみゆちゃんはめっちゃ遊ぶね。なんかあのコロナになってからはそんなにみんなとご飯に行ったりとか、まあリハ終わりにじゃあご飯行こうっていうこともあんまなくなったし、公演終わりご飯行こうっていうのもないし、休みの日ここ行こうみたいなのもコロナに なってから全然できてないけど、遊ぶ回数が多いのは真下美優ちゃんとかあやねちゃんとも結構遊ぶし、ゆうなとかりらとかともよく遊んでたし、そう、あとさゆなとももちゃんと3人で会ったりすることも、まあ、よくありますね。はい、あとはうん、ご飯行くときなぎちゃんとか一緒に行ったりすることも多いし、そうですねかな。
でもなんかお仕事とかレッスンで一緒になった子と行ったりとかするから、昔とかね、最近本当にあんまないんだけど、だからそんなにもうこの子この一面みたいなのはあんまりないかな。でも多いのはそう、タオちゃんとかユナとかあやちゃんとかになるのかな。なんかそうですね、ぎょうてんと遊んでやって、あ、ぎょうちゃんともお泊まりしたことあったり、ご飯も空き時間にご飯行ったりとかしますね。確かに行きたい、普通にも遊びに行きたい、みんなと。だけどね、宣言が出てるとなかなかね。あとみんななんかお仕事のタイミングとかさ、あとなんか雨降ってたりとかしたら雨かってなって、じゃあ今度にしようってなったりもするんですよ。だからね、ね、早く普通の状態に戻ってほしいです。もうコロナで難航仕事がなくなったことか。映画も最近は一人で見てるの。映画そう一人で見ますね。映画館もあんま行ってないけど、マスカレードナイトは絶対見たいから行くかな。今何時何分ですか？教えないっていうのはなし。たったたった。いやいや、違う時間来てるけど。21時10分とかね、オッケーオッケー。ありがとうございます。20時50分って言ってる人いてびっくりした。爆笑。あと5分ぐらいしたら終わろうかな。ちゃんちゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃん。あと5分で終わるとか言ってるけど、もう喋ることがないです。でも公演楽しかった。うん、それしか言ってない。楽しかったです。あ、また再販始まるでね。何回ぜひお願いします。来てください。でももうもうだって9月16日とかだから、お話が10月のお話がもうあっという間に来そうで楽しみです。昨日見てて泣きそうになったよ。そう、嬉しい。結構でも歌詞もいい曲多かったよね。セリちゃんの顔見るだけで幸せリカになるだって。そう言ってもらえて幸せリカです。まあ、基本ね、基本元気なんですけどね、
なんか最近はね、そうなの、体調をね崩す時がたまたま多かったんですよね。まあ元気です、いつも。はい、っていうかでもやっと普通の感じに戻ってきた感はあるかもしれない。なんか本当に体力も落ちて結構疲れやすかったりとかしてて、なんか違和感というかもあったりもしたけど、匂いはないけど、なんか結構いつも元気になってきた。普通が一番。いや、普通っていうのがどれだけ幸せなことかっていうね、思いますよね。虫のバラードめっちゃ感動しました、ありがとう。うーん、嬉しい。メンタルも回復したから、もうメンタルは私無なんで、はい、もう豆腐でもなんでもない無、無になりました。もうなんもないです、大丈夫。メンタルなくなったなくなりました、メンタル。だだだ、ボイトレ頑張ってね。そう、歌唱力もあるからね。そう、私はそう、ボイトレは大事だなと思いますね。なんかやっぱボイトレした後ってその歌だけを聞くんじゃなくて、後ろのドラムのリズムとかよく聞いてリズム取ってとか、結構自分じゃ気づけないようなところも教えてもらえるから、なんか本当に大事だなって思います。それこそ虫のバラードとかもなんか結構歌遅れがちって言われたので、なんかあ、リズムちゃんと聞いてなかったなって自分で気づけたっていうか、教えてもらって自分で遅れてることに気づいたので、本当にありがたいなって思いますね。はい、うん、ボイトレ厳しい先生なの、いや、優しく教えてもらいました。ただ時間が限られてたので、もうさささっとやった感じなんですけど、じゃあそろそろ終わろうかな。今日も見てくださってありがとうございました。え、あ、そうね、メール書いて TikTok 更新しよっかな、ぎょうちゃんと撮ったのがあるので、それ更新するので楽しみにしててください。それじゃあ今日も見てくれてありがとうございました。またいつか配信します。バイバーイ。